alle Fischis. Viel Spaß beim Anime gucken.慈悲なき刑事、あなたが作ったロボットです。人間になりました。人類を理解するために。私の使命は人類の永遠なる幸福、その実現です。しかし選択を誤り、それは叶いませんでした。そっか、そうだったね。なんか丸くなった。毒はあなたと共に抜けてしまいましたから。毒って？あなたは純粋すぎます。犬の半身は人の願いそのもの、魂の原液、存在を否定する悪であり、生命を肯定する正義、そして思想を持たない邪悪です。あなたには進むべき道が見つかったのですか？答えなんてなかった。人類は人間の集合体じゃない。人間の一要素が人類。人の定義は流動的だったんだ。ではやはり各班を選ぶのですね。イノが時の概念を超越したなら、創生の祖になる可能性もあります。パラドックスに飲まれるかもしれませんよ。その時はその時かな。僕はただ勝つためでも負けるためでもなく、存在するために存在するだけ。何？この力、そんな、まさか、あなた自身がイノの半身。君は人間関係以外何でも察しがいいな。なぜですか？こんなことをすればあなたも最後は消えてしまう。そこまでしてなぜイノに手を貸すのですか？分かってないな。君はまだ僕やイノと戦っているつもりかい？広い視野を持てと教えただろう。イノは白い部屋で生まれ、ずっと出口を探してきた。人間のモノマネをしていても、感情なんてとっくに枯れている。彼女は未来の人間の姿だよ。決して潤うことのない永遠の渇きの中、自分を肯定する意味を失う。できないことと一緒にできることも失ったからだ。だが未来を望むと言った。この世界に価値があるのなら、彼女にそれを示すしかないぞ。僕は今存在している。空の上でも地震があるのか？昨夜飲んでればな。だがこれは軌道が修正されている。ケイオスが一枚上手か。そんな、動くな。長いすぎた。ソル、動けばバーノンを撃つ。近づきすぎるなよ。右腕が武器になっているらしいからな。分かっている。そのままゆっくりと両手を上げろ。ソル、クマからパンダは生まれない。アメフトが世界を救う！
走れ。ソル、来るな。あちらの影へ行け。飛び道具がぶついた。大丈夫か？問題ないわ。品薄になってきたな。バーン、離れてろ。しかし、くそ、動け。手負いか。無理に戦うな。逃げろ。俺は自分の意志で止まることができない。だが会話はできる。ダメ元で聞くが、お前はケイオスの弱点を知ってるか？知っている。だが俺を倒さねばそれを答えることができん。なんでそんなゲームみたいなことになってんだ。ゲームのようなではない。ゲームなのだ、ケイオスにとってはな。だが今戦うべきではない。お言葉に甘えたいがな。どうすれば。お前は。見ての通りシークレットサービスですが。ジオバーナ、無事だったのか。今までどこにいた。ずっと大統領の後ろをつけてました。今までずっとか。なんでもっと早くに出てこなかった。一番人気のセール品は最初に見せるもんじゃないんです。では恐縮ですが大統領、あのクソを無力化します。ソルと避難してください。マジか。フレデリック、無事か。少し気を失っていた。大統領はここにいる。よかった。ペンタゴンだ。つなげるぞ。ソル、ホワイトハウスの軌道が再び修正されている。ギアメーカーは失敗したのか。ああ、押し切られた。残り時間は20分だ。そんな。ケイオスはどれほど先まで見越していたんだ。我々もこうなることが分かっていればな。分かっていた。え？そうだ、ケイオスにはこうなることが全部分かっていた。だとしたら、なぜ野郎は P 翼に入ることができない。大統領の生体認証がなければ P 翼の扉は開かないからだろ。だからなぜそれをハッキングできない。決戦兵器のセキュリティを突破するやつだぞ。確かに世界一の大魔導士でも開けられない仕掛けがある。それは。P 翼は旧時代の完全な機械制御。違うか。こんな時に隠し事をしても始まらない。その通りだ。やはりな。ガブリエル、聞いてるか。ああ。マトレオ
投資家の件だが、それは未知の言語じゃない。骨董品のドキュメントに翻訳が対応していないだけだ。ノートをアルファベットと数字に逆変換してみろ。ゼップの人間ならわかる。わかった、少し待て。これは機械言語ローズか。内容はすぐに全てとはいかんが、当たりだ。 P 翼は脱出ポット、起動手順まで説明がある。しかし船全体の制御を奪われてる今、バイパスで直接駆動させる必要がある。7分以内に東通用ゲートから見える制御塔にたどり着け。やり方は任せる。さて、こっからは神頼みだ。祈りを済ませろ。本当に行くのか。他に行きたいところがあるのか。できるなら昨日にな。外に出たら気圧シールドがなくなる。空気抵抗を計算して前に行くんだ。そんなことが計算できるのか。勘じゃないよな。今日はそれが一番確実だったろ。おいおい、やっぱり無茶だ。止まれ止まれ。反応できない。お前の勝ちだ。火を入れたぞ。ギアメーカーどこだ。軌道を確認しました。次はどうする。 P 翼に向かい、ギアメーカーと共にそのまま脱出してください。もう強行突破しか道はありません。国境5キロ以内に入れば脱出の有無に関わらずホワイトハウスを撃墜します。我が国の機体が間に合えば少しは時間が稼げるかもしれないが、タイムリミットがなくなるわけではない。急いでくれ。まだくつろいでるか。Sorry!
サーカスごっこもこれで終わりだ。これからがメインイベントだ。Leute, vergesst nicht, uns zu abonnieren, wenn euch unsere Videos gefallen. Und damit ihr nichts verpasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.